うっす、まとったな。というわけで、シャイニーサーブイ開けてます？いや、てか多分これ撮ってる時点というか、アップされてる時点でシャイニーサーブイ、まあ、ぼちぼち品薄な状況だと思うんですけど、ワンチャンどっかで買えるぐらいの勢い。まあ、シャイニーサーブイ僕もぼちぼち開けまして、っていうか僕大体ポケカの診断出ると、まあ、好きな SR とか、まあ割と全部集める習性があるんですけど、まあ、シャイニーサーブイもね、まあ割と集めました。割と集めたんですよ。はい。まあなんで今日は、まあ久しぶりに、まあ僕のコレクション紹介というか、シャイニーサーブイで集めたカード含め、あれですね、ケンタで入ってから、まあいろいろ集めてはいたんですけど、ケンタでシリーズの僕のコレクションファイルまだ見せてなかったんで、まあ今これケンタテ用のファイルなんですけれど、まあこれに入ってるカードをね、皆さんに自慢していこうかなっていう、そういう動画です。まあシャイニーサーブイ以外もそうですね、はい。ケンタテシリーズのとりあえず僕が今コレクションしてるカードは、まあなんとなく紹介しておこうかなって感じ。まあとりあえず表紙あって、ちなみにこのエネルギーはあれっすね、今年の5月とかそんぐらい感染症流行ってた時に、なんかまあ、お店でカード買うと、まあこういう限定のロゴが入ったカードもらえますよみたいな、そういうキャンペーンみたいなやつやってた時にもらったやつっすね。まあこれはこれで、ケンタテエネルギーのこのロゴがついたミラーって今のところこれでしか手に入んないんで、ファイリングしてあるっていう感じなんですけど、で、こっちはですね、これもその時のキャンペーンでもらった、まあなんかサポートのロゴ入りのカードって感じ。で、これがなんかケンタテシリーズ一番最初のプロモカードっすね。ゲームのソードシールド買うともらえたやつ。ここの1ページ目正直ね、今ちょっとあんまり統一感なくて好きじゃないんだけど、まあ、ザ・シャン・ザ・マゼンタの一番最初の UR と、あと、友達手帳はあれっすね。去年の12月のチャンピオンズリーグ、愛知かな？愛知でトップ32に入った時にもらったやつかな。まあ、ちなみにこれも、まあ、かなり金銭的な値段で言うと、いい感じっすね。やっていうのもあれなんですよね、その、チャンピオンズリーグがさ、今感染症の影響で結構中止になってるじゃんか。だからこういうカードがあんまその配られてないんだよ。まあ、っていうところで、まあ、かなり貴重なカードになっておりますが。で、こっちからあれよ、まあ、見りゃわかると思うけど、剣盾のサポートの SR。HR は僕まあ、あんまり興味ないんで集めてないんですけど、サポートの SR をまあ、ナンバリング順に、てかまあ、配布された順に全部並べてあるって感じですね。まあまあ、自分がパックで当てたカードがほとんどですけど、足りないカードはちょいちょい買い足したりしてますね。ソニアは確か僕当たってないんで、これはなんか、そう、このなんか、キャンペーンがあった時に、シングルカード買ってもこの辺のキャンペーンもらえたんで、まあ、その辺の時に集めた覚えがありますね。マリーなんかは特にあれですね、シャイニースター V でイラスト違いの SR が出たこともあって、こっちのマリーも今すごい人気っぽいっすね。まあなんか、剣盾のサポートの SR、まあまだそんなにたくさんあるわけじゃないんだけど、こっちが爆炎かな？爆炎無限ゾーン、伝説の鼓動みたいな。ちなみにポプラはシールド戦の時に相手に使われて心拍数上がるカード1位だと思いますけど。で、まあ、伝説の鼓動じゃねえわ。仰天のボルテッカーには、斎藤、ダンデ、ルリナが入ってたのかな。この辺さ、てか、伝説の鼓動じゃねえ。仰天のボルテッカーはさ、サポートの SR ってか、サポート全部人気どころのキャラだから、熱いよね。で、こっから、ウカッツから、こっからあれだね、その、シャイニースター V に。新しく入ったサポートの SR なんだけど、この中だとね、個人的に結構鳥使いは、色合いが好きですね。フーロもさ、こいつか、フーロもなんか、めちゃくちゃフルアート化されてるよな。これで3回目とかじゃない ?DW、XY で剣盾か。一応全部持ってますけど、個人的には XY の時のフーロのフルアートが一番好きですね。あれなかなかエチエチだわ。ではここがマリーと、まあ、ローズのおじさんというわけでね。こっから先は、まあまた次の段以降はサポートの SR がファイリングされていくことにはなるんですけど。で、こっからあれよ。色違い。色違いね。まあ割と頑張って集めたから、まあぜひ見てほしい。で、なんか、ウルトラシャイニーの時はさ、色違い、まあまあまあ、何種類だ ?5、60種類ぐらいだったと思うんですけど、今回ガチで、この、非 V の色違いの種類多すぎて集めるのめちゃくちゃ苦労したんだけど。いや、まあ、剣盾の色違いのポケモン、剣盾僕まあ言うてストーリー、一回生放送でなぞったぐらいで、まあ、ちゃんとまだやれて、しっかりそのやり込めてはいないんで、剣盾の色違いポケモンはまあ、結構カードで初めて知るってことが多かったっすね。この辺のリンゴいいよね。なんか、青リンゴになるんだ。エース版はなんか、ちょっと日焼けしてますけど。なんか、スイ君の色違いめちゃくちゃ人気らしいね。これあれっすね、なんか、シャロンとやったパック開封対決で、まあ、なんか、勝ち取った戦利品になります。メッソンはね、可愛い。メッソン可愛くないこれ。
まあでもなんか個人的にアメッソンはちょっと原色の方が好きだけどな、色違い好きの人には申し訳ないけど、まあ多分色違いのこの HEV の色違いの中だとスイ君とかがまあダントツで人気のあるカードだと思うんだけど、ライコとエンテイもねそのうち出してほしいけど、まあ多分色違いのカード化されることはないと思うけど、今後出てきたとしてもね、こん中だとそうだな、ユキハミちゃんが、まあ、結構そのシングル価格帯的なところで言うといい値段してましたね。まあ可愛いからね、プニプニしてそう。犬ヌアン、ワンパチはね結構人気だったね。ワンパチとか僕パックから出てなかったんで、多分なんかカードショップで買ったんですけれど、割と結構置いてない店多かったね。ワンパチ可愛いね、ピンク色だし。充電が足りないって怒られた。こっちか。いやマジで多いよな。え、100種類余裕で超えてると思うんだけど、色違いさ。うん、え、デデンネね。デデンネはなんかパックで当たった覚えあるけど、これは可愛いっすね。なんか色違いとか関係なしにこのデデンネが単純に可愛い。いや、デデンネ関係ないけどさ、こいつ最近知ってたんですけど、高さ20センチしかないんですね。もうちょいでかいと思ってたけど、マジ本当こんぐらいじゃん。え、可愛い、可愛い。あとこのガラルポニータもうなんかまあ結構意外とこいつ意外と人気っぽいっすね。ポニータ石井さんの影響は、まあ、あんまりないと思います。ここは、てか、マホイップのさ、色違い。マホイップの色違い、なんか、えぐくない？色。こいつ色やばくない？なんか、マホイップもさ、なんかその、そもそも、原色の時点で、なんか何種類か、その、見た目に種類があるみたいなカードっていうか、ポケモンだったと思うんだけど、ちょっと、あれだね。あんまりそのキャラクターにそぐわないっていうかさ、もうちょいなんか明るい色のイメージだったけど、黒いんだね。やっとアクタイプまで来たよ。まあ、まだあと2、3ページありそうだけどな。マタドガスね、最近化学変化ガス、大、無限大なデッキとかに入れられてるんで、まあ、こいつも結構人気ですね。スイ君に次いで結構人気なカードだと思うな。じゃ、ジグザグマのさ、色違いって赤色なんだね。これもなんか初めて知ったわ。そのゲームをしっかりなんか、色違いゲットするところまでめっちゃやってるわけじゃないから。ガラルタチスタグマまでになると、まあ、ちょっと原色の方が個人的には好きかな。クスネはね、これは可愛いね。まあ、関係ないですけど、なんかこの公式のファイルちょっとこれぜひこのコレクションファイルのさ、設計とかしてる人ワンチャン見てくれてたら、ちょっとぜひ聞いていただきたいんですけど、これなんかさ、ここ、もうちょっとスムーズにしてくれません？これ突っかかるんですよ、こうめくるとき。ここ突っかかって、で、な、見えちゃってるけど、突っかかるときなんかワンチャンここのさ、跡がこの、こっち側にあるカードにここのリングの跡つけてちょっと怖いんですよね。よければぜひこれ聞いてたら改善していただけると、まあ嬉しいかなっていう。はい。まあ、一消費者の、お問い合わせでした。お問い合わせフォームから送れって話だけど、色違いの中だとこの疑問はちょっとかっこいいよね。なんかどっかの実況者が僕と疑問似てるって言っていじめてましたけどね。チラーミはちょっとわかるけど、色違いとそうじゃない色の違い。チンチラ、こっちのさ、チラチリノの色違いと原色の差がよくわからんのでね。ちょっと色が濃いでいいのかな。うん。まあ、なんか、あれだ、永遠に言ってるは鎧のことと冠の雪原やんないと。年内に頑張ってやりたいな。うん。で、まあ、一応、やっと HEV の、まあそうだな、色違い、これで全部なんだけど、ウールーは可愛いね、これ。で、なんかここ4つ余ったから、とりあえずこのシャイニースター V の UR4 種類入れてみた。初走行 UR4 種類入れてみた。個人的にね、この黒と金の UR は、無限ダイナーめちゃくちゃ似合ってると思う。こいつらはね、こっちの原色の、しっかり色がついてる方の UR の方が個人的に安いかな。こいつ、無限ダイナのこの金黒の UR はマジでかっこいい。これは本当に統一して使いたいまであるぐらいだね。まあ、実際は統一して使わないんですけど、僕デッキのレアリティめちゃくちゃ興味ない人なんで。なんかサイドを近くにしやすくするために局所的に UR にしたりはするけどね。で、こっからあれだね。VMAX の SSR かな。あ、ちなみにリザードン VMAX は、これはもうパッカー券のめんどくさくなったんで買いました。いや、まあなんか別に、うちのチャンネルその、パックの開封ばっかやってるチャンネルってわけじゃないからさ、なんかまあ、シャイニースターウェイ、あったら、その動画で開けてもいいんだけど、カード整理めんどくさいんですよ。僕新しく出たカードとかは、整理整頓しないと気が済まない民族なんですけど、カード整理マジでめんどくさいんですよ。かといって別になんか誰かにやってもらうとも思わんし、結構自分のこだわりが、結構僕こだわりが強いんで、この辺はそう色違い10枚パックとかから出たやつですね。あ、でそう、これここ1箇所だけこれ開けてあるんですよ。これなんかその、
シャイニースター V のカード集めきってないわけじゃないんですよ。一応シャイニースター V、まあ見たらわかると思うんですけど、シャイニースター V の色違いを僕全部集めたんですけど、ここまあ察しのいい皆さんなら何が入るか、まあ多分予想できると思うんですけど、ここあれなんですよ。クリスマスに今度クロバット V の色違いが確定で入ってるセット出るじゃないですか。僕はそれ買って、クロバット V の色違いをこのクロバット V MAX の横に並べたいんですよ。だからここはあえてあげてやる。戦略的打開。でまあ、VVMAX はウッドで最後かな。で、ここ3つ余っちゃったからさ、何入れようかなって思って。まあ、その、レシュラム海洋がイベルタルだっけ、シャイニースターウェイで出たアメージングレア入れようかとも思ったんですけど、まあ、とりあえず、ここあれだわ、その、こないだの横浜でもらったプロモカード入れてあるわ。ジグザグマイエスさん鉢巻きなんで、左から3箇所、トップ256、トップ64。なので、現状、本物のイエスさんと元気の鉢巻きを入れようとすると、まあ多分ここの2種類になるんじゃないかと思います。まあデッキで使うことはないと思いますけど。で、そう、アメージングレアね、こっちに別でファイリングしてあるんだよ。とりあえず現状、剣盾のコレクションファイル、今こんなもんなんですけど。まあ多分、今剣盾でそのまあ存在が消し去られたドラゴンタイプとフェアリータイプのアメージングレアは、まあ多分剣盾では出ないと思いますけど、現状今、剣盾ってこの9種類のタイプでポケモン登場してるんですけど、おっとっとっとと。なんか、1タイプにつき1種類アメージングレア出たから、まあなんか、もうしばらくアメージングレアは出ることはないんじゃないかなっていう風に予想はしてるんですけど、どうなんですかね。で、まあ最後に忘れちゃいけないのが、この勝利の証と。これはまあ、勝利の証だけ引っこ抜いてファイリングしてもいいけど、さすがに頭悪そうなんで、まあこんな感じで取ってあります。盾ね、どっか飾りたいんですけど、ちょ、今の作業スペースなかなか飾る場所がちょっと、いいとこ見当たんないんで、どっかなんか飾る場所見つけたら飾るわ。おーい！ってな感じかな。とりあえず、シャイニースター V に限って言うと、サポートの SR と、あと色違いのカード、それから UR のカードはとりあえず全部集め切ったんで、まあまあ、まあとりあえず、集め切ったといえなんだかんだ、シャイニースター V またなんか、うん。シールド戦やったりもするだろうし、まあ、どっかで、まだ多分、もう今後動画で開けないってことは、まあ、ないと思います。まあ、やっぱね、集めて思うのは達成感あるし、たまに見ると気持ちよくなりますよ。はい。まあ、ぜひ余裕がある人は集めてみるといいかもしれません。まあ、別にコンプリートするだけが、コレクションのゴールじゃないですからね。自分の集めたいものだけ集めてファイリングするのもいいと思います。じゃあ、僕の自慢に付き合ってくれてありがとうございました。さよなら。